チャンネル」こんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル29曲目、今日は生き物係さんの笑顔をお届けします。この曲リクエストをいただいていた曲でした。ありがとうございました。生き物係さん大好きな人いっぱいいると思います。私も大好きで、テレビとかでやってると録画して全部見るし、なほこチャンネルでもカバーさせていただきたい曲はまだまだたくさんあります。なんですけど、私は父がですね、私以上に大好きで、生き物係さんの、今年やられてたツアー3公演見に行ってました。でその3回目はバレンタインのお返しっていうことで、私も一緒に連れて行ってもらいました。ライブは10代っていうか、一桁のお子さんたちから大人の世代の皆さんまで、すごいいろんな、世代の方たちが武道館中いらっしゃって、すごく温かくて元気の出るライブでした。で私、家族と一緒に音楽のライブを見に行ったことって初めてだったんですけど、こう一緒にリズムを取ったり、手拍子したり、タオルを回したりするのが、なんかちょっとこう気恥ずかしさと、あとなんかでもちょっとこう新鮮でいいなって思いました。私と父の場合は生き物係さん好きっていうのが共通点だったんですけど、でもなんかお父さんお母さんとかお子さんとか、お友達とか彼女とかと一緒にその人の好きなものを共有する時間っていうのは、しに行ってみるっていうのは、なんかまた新しい発見とか新しい感覚がすごくあるんだなって思いました。例えば彼がサッカーが好きだったら、一緒にサッカー興味なくても見に行ってみるとか、なんかそういうのもいろいろいいんだろうなっていうのをなんか思った、ライブでした。ということで、今日は生き物係さんの笑顔なんですが、8月ですね、もうすぐ終わっちゃうんですけど、今月の定期公演、月刊宮崎なほこで浴衣でお届けしてたので、ちょっとだけこの曲、は浴衣でお届けしたいと思います。聴いてください。生き物係さんの笑顔。だから僕は笑ってほしいんだ。だから君と生きていたいんだ。かけがえのない人よ、僕は君を守り続けたい。君がそこにいてくれることが、ただその小さな奇跡が何よりも温かい。だから僕は強くなりたい。僕れず、ひたむきな時を重ねて、確かなものを見つけたい。抱えきれぬ寂しさの中で、もしも君が一人でいるのなら、バカみたいにがむしゃらに僕はずっと手を伸ばしたい。僕にもできる、ただ隣にいるから、いつも君のそばにいるから、いつだって真ん中にあるよ。大切なものはここにある。包むような君のその手がブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎なほこでした。